いらっしゃいませ。ちょっと友達のパーティーに行ってたもんでね。パーティーに行く格好でもないんじゃないですか。いや、こ、あの、どういう類のパーティーなの。僕の友達だけこういう格好してる。ああ、なるほど。友達なんで、はい、ちょっと言わせてもらっていいかな。はい、すちゃん誕生日をおめでとう、これだけ言えたら大丈夫なんで。はい、よかったです。はい、はい、じゃあ、このいつもの迎えるわけですけど、早っ。ちょっとじゃあ、いつものやつをもらえるかな。なんで今日そんな変に気取って言い方してるんですか。グラサンかけてるからね。あ、なるほど。だって僕らの世代でグラサンって言ったらあれでしょ、危ないデカでしょ。ね、初めて聞きましたよ、そんな定義。嘘、危ないデカでしょ。まあ、危ないデカは確かに好きですけど、常にウェイクアップって心の中で俺は言ってるもん。グラサンかけてる時は。はい、あ、だから俺は柴田恭兵寄りで常に物事を考えてるから。柴田恭兵、だいぶいい加減ですよそれ。だいぶノリだけで生きてますよ。いや違う、あれはね、あ、危ないデカは、はい、あの柴田恭兵が気を使ってるから成立してるんだと思ってるよ俺は。あー、どうなんでしょうね、うん、でもそれは役者さん本人としての柴田さんはそうかもわからないですけど、うん、役どころ的にはほんまにお調子者バカって言ってましたよ。そうでしょ。はい、ちゃんと言ってる。ありがとうございます。いやー、暑い暑い暑い。いらっしゃいませ。もう今日35度やって、もう。あー、7月入ってから急に暑いですよね。あかんわ。今日も外回りですか。ほら、舘ひろし柴田恭兵寄りで考えてるから。あ、そっち、うん、柴田恭兵。あらーねー、アブデカね。アブデカ、決して三浦淳寄りでは考えてないから。あ、そっちもね。そっちもね。あ、まさいつもの。はい。いやー、もう今日は外に出たらいかんの。いかん。あれ、あ、何も。あ、暑かったね。暑かったね。暑かった、もう。なんだこの大阪は。いやー、干からびるね。暑かったわ。もうだから、梅雨が。開けたんでしょ。梅雨はどうしたん。梅雨はどっかに行ったんでしょ。もう終わった。もう終わった。このムシムシさ加減に。マジかー、でもいかんよ。なんかツイートでなんか回ってきてたけど、なんかインド人が、うん、この暑さはインドや言って騒いでた。あ、そうか、大阪はインドだったんだと言って。おー、いいっす。いや、インド人もびっくりやねんな。インド人もまさにびっくりさっていう。そう、いや、暑かった。外回りでしょ、また。いや、もうそう、もうあれはいかん、もうね。まあ、これから2ヶ月ぐらいは相当1年の中で一番つらい。そうよ、こっから8月もよ、もうこういう感じで上がっていくのよ。お疲れ様です。いや、飲まないやってられへんね。いつから涼しくなるんだよ。でも9月の後半ぐらいからじゃないですか。9月もなんだかんだ言っていつもまだ残暑で暑いでしょう。いや、暑いよ、9月も暑いわ。ねえ、本格的に涼しくなってきたかなって思うのって大体10月入ってからぐらいじゃないですか。もうじゃあ3ヶ月ぐらいあるか。3ヶ月ですよ。もう聞きたくなかった。まあ、もう、まあでも僕らみたいにほとんど太陽光を浴びない生活してると、それはそれで健康的でいい気もしますけどね。え、もう光合成してないの。全然してないですよ。もうだって行きと帰りにしか太陽光浴びることないですもん。あかんあかん、もうこのビル内は昼間でも一切太陽光差し込まないですから。差し込まないよね。はい。窓あるとことかあんの。え、窓ですか。外のとこ、なんか外見えるわとかあるの、そんな辺。ないですね。ないよ。いや、一応あの窓あるのはあるけど、大体塞がってます、うちの店みたいに。ああ、そうですよね。はい。いや、光合成しすぎんのもあかんけど、しなさすぎもあかんよ。本当ですね、常々思ってるんですけど、いかんともしがたいですね。え、ちょうど間ぐらいだよね。どうも、いらっしゃいませ。どうも。あら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 、あしたこれさ、はい、店の前にゴラン落ちとったで。大丈夫なこれ。お、はい、すいません、なんかこれなんや。これあのうちの店があのこの間1日で5周年を迎えまして。あ、そうなの。はい、その時その時いただいたお花にあの刺さってた看板です。そうなんや。見れた。これ、はい、なんていう店なの。
何がですか。ここは なんていう店なの。店の名前、店の通りバープラセボ様ですよ。バープラセボ、バープラセボっていうか、あれですよ、皆さんの後ろにあるあの旗にもデカデカと書いてますよ、常に。あ、ほんまや、ほんまやね。あれ、これどこにあるバーなの。はい、千日前味噌のビルの2階にございますけど。あら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 、それが何、5周年だったの。5周年ですよ、めでたいね、めでたいね、めでたい、やっと5歳ですよ。5 years。あれ、な、伊藤聖子やん。いろいろ言われるね。どっちかというと三浦淳よりで考えてるんだ。あ、そうなんだ、三浦淳なんだ。伊藤聖子からメタルかな思ったわ。はい、そのあたりに置いといていただければ。ありがとうございます。なんか昔そういう看板で、なんかサイコロを振る番組なかった。そんな乗って走って、ありました。乗っては無料でしょ。ドラやろ、あれ俺好きやったな、はい、ノンストップゲームね。そうそう、ノンストップゲーム、ノンストップゲーム、あ、ノンストップゲーム、あれ俺あれ好きやったな。ありましたね、懐かしい。ものすごい堂々と持ち込みしないでください。あんたこれはないわ。バレた、バレた。すごい、あんただんだん食い込んでくるよね。なんかすごいね、もう見せよ見せと思ってないよ。うん、そうだね、最近もうお金ないからさ。もう、あ、なるほど、まだ働いてないんですか。いや、だからバイト続けてますよ。前言ってた、マクドとなんだっけ、もう一個、あ、ジラシクラピ。もうさすがに70万は食いつぶしたよ。あ、もうそれはないですよ。え、っていうか、じゃあバイトの飲み物注文されるんですか。もう水でいいんですか。それ乗ってきます。これでいいですよ。一言だけ言っていいですか。帰れ。そうだね。何や、お金か。何や、お金か、全部。お金や。何や。この世界。怒られへんだけ優しい。ほんまやな。今日帰れ言われたで、今。どうぞどうぞ。ありがとうございます。あ、もうこれも食べへんわ、これ払うのか。大丈夫、もうサービスですから、それは。優しい。優しい。バープラセボ。サービスだから、とりあえず食べてみてください。あ、そうなの。とりあえず食べてみますか。味の感想を聞かせてください。ここ時々多いですよ。どうですか。僕ね、実はちょっと好きです。あ、マジですか。今回これ今回これわさび味なんですけどね。あ、美味しい。こういうパッケージ。結構辛いね。どうぞ。わさび。夏ポテト。夏ポテト。ちょっとカルビーがやるよ。ね、わさび、うん、これなんか今までのやつみたいな甘い系はちょっとあれかなと思ったんですけど、わさびとかやったら合うんじゃないかなって思って ね、結構ちゃんとした辛さですね。これ食べてごらん、食べてごらん。今誰に渡した。うちのスタッフ、周りのお客さん、ほらほら、周りのお客さん、横のお客さんにも食べてごらん。今日は他のお客さん来てないの。ロビンソンさんが、まあ、ロビンソンさんいつもの、うん、なんか、あ、こんばんは。あ、こんばんはって言ってくれたの。はい、ありがとうございます。いつもね、うん、来ていただいて。飲食店にこれバソリン良くないんちゃうか、ここに。そうやね、俺やからより立ち悪いよね。俺はうちのスタッフが肌荒れが広いひどいんで、なるほどなるほど、はい。ここ、何バセリンじゃないか。一番中央に。何バセリンよ。すいません、ちょっとうちのスタッフにめって言ってきます。いや、いいと思うよ、いいと思う。愛嬌、愛嬌。うん、中央ここって決めてたし。あ、そうだ、そうだ。今ちょっとずらされたけど。センターよ。センター、これセンター。センターここ決めてはじんな。なるほど。夏ですよ、夏。暑いですね。夏ですよ。最近さ、はい、グデ玉にハマっちゃって、なんか聞いたことあるな。知らない。あ、おはようございませんとか言うやつなんだ。え、喋んのはあいつ。いそんなイラッとすること言うんですか。あいつ喋んの、ね、キャラの、キャラやと思ってて、ね、ね、キャラやねんけど、デロンってした卵、今大阪で言うと4ちゃんの、あー、はい、うんうん、朝方に、うんうんうん、朝方にの7時半ぐらい、なんか朝方の番組で、うん、ぐでたまのコーナーみたいなのが、おい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 、お前ら知らんな。知らないです。え、7時半でしょ。7時半は見ないね、テレビ。お前ら起きてないな。起きてる。でも NHK 見てんだよ。俺トト姉ちゃんは見てます。もちろん、もちろん。あ、見てる。見てるよ。もちろん見てる。それはちょっと意外やったけど、あ、見てんねん。見てる、見てる。ちょっと7時半から、NHK の BS でやったはんねん。早めに。トト姉ちゃん。そうそう、朝だ。早めにやってんの？ 7 時半からやったはんねん。
マジで BS プレミアムで。へえ。それを見るときもある。また金ないのに BS は払ってんの。いやいや、マンションに入ってあんやん。ああ、そうなの。あのなケーブルみたいなんで。勝手にって。お前の許可取らなあかんのかよ。ごめん、入れさせてもらっていいですか BS。言わなあかんのかよ。金も持てんくせに。ほんまやな。まさかも出なあかんわ。だよ、もうあかんあかん。あかんあかん。早く職も見つけて。もうなんか今が楽かなみたいな。いや、どうやって生活してんのか謎やわ。あかんあかんあかん。だから二つ掛け持ちでさ。この国のあかん部分が詰まってる。うん、ね。だってさ、就職なんだよ。だってやっぱりなんだよね。ね。じゃあ、じゃあ、グデ玉が。うん、グデ玉が。グデ玉ね。アニメやってる、ちょっと。あ、そうなん動いて、で、その番組の途中途中で、ほら、目覚ましテレビでさ、うん、あの目覚ましくんみたいなのがさ、うん、8時何分みたいなことやってたやん。あんなスタンスでグデ玉が、あの、7時45分ぐらいに、だいたい、おはようございませんって。それが、最悪やんか。そうやねん。めっちゃ腹立つんやけど、うんうん、もうだんだんそれ聞かないやってられへんぐらいになってちょっと。ああ、もう癖になってるよね。それ見な、みたいな。そう。それ見て、一日ちょっと一回初めにイラッとしときって、始めるみたいになりつつありますよ。それイラッとするんやったらなんで、そのイラッとが癖になってるんですか？癖になってるでしょうね。だから嫌なことも何回かやられたらちょっと、やられなあかんことになる。逆にそれがないとちょっと寂しいみたいな。寂しいぐらい。ちょっと笑けるときあるよね。そうそうそう。イラッとしすぎて。うん、だって、あのキャラクターに、おはようございませんって全国放送で。そんな、ちょ、教育じゃ良くないことない？そんな挨拶。そうね、そうね。大丈夫なの？ほんまやね、あんなんね、PTA とか文句言ったら一発であかんような気がするけどね。全然あかんと思うけど。いや、なんか。いや、けど多分その人らも多分俺と同じ心境になってるじゃないの。ちょっとイラッとするけど。ちょっとイラッとするけど、ね、ちょっともう、あれ、これがないと。マジで？みんなあれでマゾに開花しててるみたいな。ねえ、すごいね。で番組の終わりの、7時50分過ぎぐらいに、ちょっとショートの、ショートコントみたいな、うん、たショートコントあ、まあ、ショートアニメみたいなのがあって、その後、子供が踊るグデ玉体操。うわ盛りだくさんやね。全部見てるの。全部見てるの。最近ずっと見てる。4ちゃん見てんにゃさ。あのね、はじめ、そうやな、行き着く先は四ちゃんでしたね、今。なんなん、四ちゃんって何？なんていう番組やさ。あれ何やったっけ、あの、ショートカットのお姉ちゃんがやったの。四ちゃん見たことないわ、あんまり。カットざっくり言うだね。え、あれ何やったっけ、あ、ほら、マツコと有吉がやってた番組のさ。あ、シュッとした人。あのさ、ちょっと思ってないけどさ、あれ以来、クーラーを消してない。あごめん、あれ以来って何のこっちゃ分からへん。さっき暑いかな。ちょっと喋ってて汗をかいてるいる俺がいたんですよ。申し訳ないです。ぐでたまどころやないでと思って。結構ね熱気かなと思って。そうそう、暑い暑いだけやった。暑いほんまに。あ、ちょっと一気に涼しくなった。あ、ほんまや。このエアコンもね、だいぶ掃除したらだいぶ風が強くなりました、ね、あ、なるほど。ヨンちゃんの朝は何か、え、朝みんな何見てますの？僕基本で NHK なんですけど、うん、あの時々ペット見んのは、あの10ちゃん何やったっけ？スッキリ。スッキリは8時から。スッキリの前はね、何やろ？ジップ。あ、ジップ。ジップ。ジップや。ジップ。ジップ。そんな朝からつける？つけへんよ、基本は。どっちやねん。基本はつけません。基本はトトネイちゃんでつける感じ。え、7時半から8時。映るよ、NHK 撮影で。で、15分経って3人並んできはるやん、スイッチで。ほんでもう消す。消すやん。消す。もう朝テレビ見てると時間取られたら、なんかちょっとこう、焦っちゃうやん。なんか、あ、もう出なあかんとか、なんか、ね、やらなあかんみたいな、洗濯せなあかんとかいろいろある。でも男ってさ、洗濯もいろいろあるけどさ、なんか、実はさ、もう起きたら、もう、10分ぐらいで用意できない。あ、でも僕そうですよね。え、はい、もう顔だけ洗って着替えたら終わりです。せやね。できへん。できへん。出ていくまでに、うん、だって歯磨かなかったでしょ。ご飯食べなかったでしょ。どんだけ磨いてんねん。もう違う違う、ご飯食べて歯磨いて顔洗って、うん、ほんで服着替えて、うん、トトネちゃん見て、うん、
お祈りちょっとして。ちょっと待って、もうトト姉ちゃん見るとかになってきたらもうちょっと話が。お前じゃあトト姉ちゃん見な、どこにも行かれへんのかって話になってきてるやん。録画とかでいいやん。一応録画最低限のことを今俺は。でも結構時間かかるの、1時間ぐらい。出る前の何時間前に起きるの、うん、基本1時間半。あ、一緒やわ。俺もそれぐらいやわ。なんやねん。10分やったらええやんか。そうやねん。10分やったらええやん。いや、そうやねん。10分とかやねん。いや、1時間、少なくとも1時間前にも僕は起きるんですよ。ただ、僕も起きる。やることがなくなる、30分。だから、そういう時、だから、やることがなくなるから、テレビ見て。でも、スキャンダルとかなんかもう、ごちゃごちゃしてる時は、もう民放は見ないよ。NHK でもゆっくり見てるよ。なんか天気予報とか。天気予報とか。鳥が来ましたみたいなやつを見てるよ。そうそうそう、今田舎に鳥が来ましたって毎年来てるんですって言って。だから本当にあれは見てるよ俺は。あんな一番落ち着くやん。落ち着くかな。もう俺もあんな助かるわ。なんとも思うわ。あんなだからもうベッキーでベッキーベッキー言われてももうようわからんから。今も最近ベッキーは。言う時言うでだな。ベッキーベッキーとかもう松添がどうしたああいうとか。やべえ。言うてる。どうやったらもう田舎の人がまた今年も鳥が来ましたっていう方が楽やん。ああいうの見てる方が気は楽やわ。まあ、それもあんまりいらんけどな。ってのを見て。ゆっくりしたいよね。朝起きて。そうそうそう。僕ね時々ね、あの前の日の夜に撮ってあった録画したドラマは見ます。朝から。今さ1時間。まあ、40分か45分なんやんか CM カットしたら。え、もうそれ見たらカツカツなの。あんたこそじゃああんたもやっぱ10分くらいで夜に来てんじゃん。そうやね。じゃないと成立してないよね。そうやね。そうやね。そうやね。な10分ってことはないけども20分25分くらいはじゃあほんなら45分ドラマ見て。そうやね。石焼き。やってあることちょっと広がったらだけお前なお風呂入るときあんやんか。そうなるとちょっと伸びるけどね。いや違うやん、ちょっと待って、そりゃ俺もお風呂入るときあるよ。朝あるから。そうなったらさすがに10分内には終わるから。そうやんな、朝入るときある。ちょっと待って、付録をつけてくれね。どんどんなんやねん、もう収集つかへんな。風呂だけにね、付録って。え、どうする、どうする、何やろ、どうする、謝ろうか。ごめん。せやな、謝っといた方がいいよな。そうね。でも女の人やっぱお化粧もせなあかんし、うん、っていうかまあそれぐらいしか想像できないですけど、うんうん、何することがあるんですか女の人。いや、ぼーってしときたい。朝目覚めてこうすぐに起きるのが嫌やからぼーってして、ベッドの中でずっとこうぼーってしてこう携帯いじったりとかしながら。低血圧パターン。そうでもないけどバタバタするのが嫌で、でベランダに出てベランダさえをめでて。うわーすごいやん。老後やん。そうや、そうや、すごいやん。そんなんしてんの。話しかけたりすんの。話、もうそこまで行ったらもう家出えへんな、うち。いや、絶対話しかけてると思う。してへん。そらさあよ、ビレが探してくれて。て言うてるやろ、そら。言えへんわ。おはようぐらいは言うてる。言うてへんわ。え、別に恥ずかしいことちゃうで。いやいや、ちょっと待て待て待て、そう言うてる人なんてるけど言う。あ、いやでも植物も話しかけたら育成良くなるって。そうや、言うでね。めっちゃ言うで。そうやで、うん、それを科学的に。いや、何でしょうね。俺もそれはちょっと科学的にね、実証されたみたいよ。本当ちゃんと植物に流れている電流とか測定して、うんうん、でちゃんと話しかけたりしたら植物が喜んでる風に活性化するっていうの。そうよね、うん、ちょっととんでもっぽい気がするけど。ちゃんと、ね、本当にちゃんと、でも分かってる、話しかけてるやろ。してへんってしてへんってそんな難しいことちゃうよ。いやいやいや、誰でも言うよ。俺も猫に喋りかけてるもん。そうよ、猫は喋りかける。猫に喋り怒られたわ誰に。俺は猫にしか言わへん。今にお前には言わへん。それを言うて怒られたわ。その猫は何か返してくれんの。めっちゃ噛んでくる。ネガティブなこと言ってたたたいっていうぐらい噛んでくる。それも成立してないやん。いやでもなんか、なんか痛さで忘れさせてくれてるんやと思う。ポジティブですね。こいつはええやつやな思ってる。テレビ朝テレビ朝、いやだからつけっぱなしにはしてるけど、あ、時計代わりかな。あ、時計あんまりこうちゃんと見てない、うん、ぜひおんちゃんのグデタマを見てください。うわー、それ言われたらちょっと見たくないな。おはようございませんでしょ。おはようございませんって言うわ。いや
あ、そう。おはようで止められるから、一旦。え、何言うんやろうって思ったら、ございませんって言われるから。ちょっとぜひ聞いてほしい。どういう意味なんやろ、意味がわからん。朝からね。だから、ちょっと、ぐで玉だから、ぐでってしてやる気がない設定だから。やる気ないのに、それ言葉結構くっきりはっきり喋るんですか？はっきり、明確に喋ってる。滑舌ええ声の。なるほど。やる気ないのに滑舌はいい。でもデロンってしてるあれはシャキンと立つの。見たことない。え、デロンのままや。デロンと、ま、したまんまでしょ。デロンとした。デロンとしたままで、こんな感じよ。こんな感じで。ね、おはようございません。あー、そういうことか。ちょっと見てみたいかも。そうでしょ。うん。あ、ライオンちゃんはどこ行ったの？ライオンちゃん？ライオンちゃん？ライオンチャンネル、ライオンちゃんやんの。あれ関西ローカルか。ライオンちゃん、あれ朝やってた。わかんないわかんない、見たことないけど、一応キャラクターやったことないかい。イメージキャラや。あ、それならまた CM とかでやった。やってはんだ。それは関西ローカルやな、きっと。多分そうですね。ヨンちゃんって、うん、あ、そこやろうかな。MBS 共通の知り合いのお坊さんのバンドのボーカル。せん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 、声がね、そうすごい。多彩な、ね、方で、あの人は。そうですよ、キョンキョンのプロデュースとかしたかったよ。へぇー、ね、やってた。そうそうそう、曲ね。へぇー、作曲なんかやったりしてたよ。キョンキョンとか会ってみたいな。そうですね、キョンキョンとか。なんかここって小さいバーとかに行くっていう噂は聞いたよ。あ、ほんま。うちとか来おへんかな。ねぇ、え、来るんちゃう。今度あの、はい、ウーアが来るんですか。ここ来るよ。あ、え、うわ、この間も下でライブやってました。あ、もうやった。はい、先月ですね。へぇ、うん、細野さんもやった。あ、そうですよ、細野さん。そうそうそう、いや、ね、1年前のは行った。あ、ほんま。多分ウーアのやつらと同じぐらいの日程ですね。先々週ぐらいに確かなんか来てはったと思うんですよ。もうちょっと、もうちょっと前か、先月ぐらいですね。今日、うん、でもなんかお隣の店はリリー・フランキー来てたんですよ。あ、ほんとに。へぇ、結構ね、うん、たまにこう著名人の方来てらっしゃいますからね。ちょっと前もなんかあのジョン・ウーが飲んでたらしいですからね。え、ジョン・ウー、あ、ウー、はい、だって今撮影してるからね。そうですね、まあ大阪撮影してて。あ、ジョン・ウー好きっぽいもんね、ここら辺ね。はい、あ、二丁芸人ね。お前の知識は今ジョン・ウーに関しては二丁芸人だけだな。この野郎ちゃんと見てねえな。ハット。あ、かつ俺ちょっとジョン・ウー間違えてたわ。おい、あ、オオカミたちのバンカーの人か、ジョン・ウー。男たちのバンカーの人か。そうそうそう、あれやで、ミッション・インポッシブルの2か3、そうだそうだ、そっちか。そっち、俺間違えてた。あとフェイス・オフもやな。そうそうそ う, そ う, そう、間違えてた俺は。誰やったっけ、二条拳銃モンカーワイと間違えてた。ロンカワイ好きそうや。恋する惑星的な感じ。あカルクス、あんまりね、あんまりやねん。おしゃれな映画好きじゃない人だから。あ、そうか。怪獣が出てこないとダメな人だから。怪獣とか誰か来た。そうですか。ロビンソンさんが出かける1時間ぐらいに来ます。あ、ロビンソンさんは出かける1時間ぐらい前に。ロビンソンさん1時間かけて何してんねやろね。でも俺ら1時間半やからと。ああ、そうか、ちょっと短い。俺短い短い。でも大体それぐらいなんかな。多分それぐらいと思いますよ。僕も1時間前ぐらいですよ。でも10分か20分で終わって、あとの時間何してるの。結構だけどボーっとする時間がやっぱり大事なんです。ああ、そうですよ。新聞読んでコーヒー飲んでボーっとします。あ、新聞読んでんねや、偉い。新聞は毎朝絶対読みますね。まあ客商売しこう話題があれなんだな。はいはいはい、そういうのもありますし、僕自身結構そういうの好きなんで。お帰りください。はい、いやでも何もせんでもボーっとしたいやん。したいしたい。したいしたい。それ今朝じゃなくて俺一生ボーっとしてる。俺も分かるわ。ずっとボーっとしてたいわ。何もしたないわ。なんかもう何もしたない。時々人と喋りたくなりますけどね。時々ね。時々ね。程よい感じでね。時々ね。ずえ昔から学生時代から朝ボーっとする時間とかあった？いや。若い時はギリギリまで。そうでしょう。若い時っても1分1秒争ってなかった。そうね、そうね。ぼーっとする時間なんか1秒単位でもなかったわ。起きてすぐ出れるぐらいの勢いでギリギリまで寝て。寝て。いや、俺ぼーっとしてたわ。してた。あら。じゃあ早起きやねんな。
田舎もんやからね。どういうあれ田舎もんはほらその遠くに行かなきゃいけないから。あ、学校までが遠いってことですね。はい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 。でより早起きじゃなあかんや、サポートするためには。そうなの。で、あとほら、ちょっとした時間のズレがもう命取りになっちゃう。ああ、そうやね、電車一本とか。あ、そうか、次の電車が。そうそう、もう命取りになっちゃうから。もうめっちゃ早めに起きて。余裕持って。もうなんかもう余裕持って、もうなんか。はい、おはよう、はい、おはよう。優雅やな、ちょっと。できた、できた人だ。あ、そうですか。そうですか。この国は渡さない。誰なの一体何を考えてたの。キングだな。ちょっと飲みすぎたかもしれない。おまだそんな飲んでないじゃないですか。ちょっとさっき飲んでた。あ、本当なんかパーティーがどうとか言ってらっしゃいましたね。あ、パーティー気分で。あ、そうかそうか、なるほど。違う店で飲んでた。ほんで今日そんな伊藤聖子みたいな格好してんの。そうそうです、友達の誕生日だった。今日はもう安すちゃんおめでとう。また、おめでとう。おめでとうございます。誰に言ったよ。すっちゃんです。すっちゃんです。すっちゃんね。ああ、そうですか。朝だ、朝はもう。なんかでも朝とか、やっぱり年取ると、早起きになってくるよね。なる、なる。用事なくても、やっぱ7時とか。あのね、俺ね、6時ぐらいに起きる。うわ、早いね。早いね。起きへんねん、起きへんねん、起きへんねんけど。あ、一回目覚めるっていうことですか。6時ぐらいに。パチコンとなる。ちなみに目覚めのはある。ちなみに、ね、寝るのは何時ぐらいですか。12時ぐらいかな。あ、早いな。結構早いっすよ。いいよ、めっちゃいいと思う。健康的で僕もその生活したい。え、一回は目覚める。あ、覚めるよ。目覚めるけど二度寝三度寝なる。あ、もちろんもちろんもちろん。まあ、まあ、でも6時ぐらいかな。一回起きる。多分起きるよ。起きる。もう多分ね、長いこと寝られへんくなってきてんねやと。あっといいかなかんは思ったりする。それはお前、え、マジで。あ、ちょっとトイレ行かなかんは。頻尿茶。出た、頻尿差別。差別はしないよ、差別はしない。ちょっと皆さん、じゃあじゃあじゃあ俺頻尿聞いて。頻尿についてるって何も言及してないじゃないですか。頻尿に対するヘイトスピーチですよ。してないよ、頻尿です。びっくり。聞いただけ。陰尿ってワード言うとこちとらも暴力でも言うぞ。陰尿に対する。ほらもうナーバス、ナーバスなりすぎや陰尿。言うても若いんやからね、この人。そうよ、そうそう。あ、ただゆっくりテレビ見てるんだって。あー、でも分かりますね。じゃあ一緒や、一緒やね、一緒やね、で一緒です。まあやっぱりね、準備する時間は縮めることはできても、やっぱりちょっとゆっくりしてからじゃないとね、なかなか体が目覚めてこないですもんね。そうそうそう。あとさ、みんなが整えちゃん見てる言ってるからさ、あえて言うけどさ、うんうんうん、戦争編がおもんないなぁ。わかるわ、わかる。朝から見させられたくないなぁ。いや、わかるで。わかるわかるわかる。流れとしてはわかんねん。あれは必要やし、あれを軽く描いちゃいけないっていうのもわかる。わかるけど、嫌 やな。嫌 やわ、まあ。もっと明るい人と出ちゃうみたいな。だ、戦争がもう本当嫌やなもんやっていうことはすごいわかる。イメージできるし、すごいいいことやとは思うけど、もうドラマとしてはもう今週は最悪やった。ね。先週や。ここ2週間がちょっとね。うん、きつかったね。きつかった。やっぱり人も悪くなっていくのよね、周りの人が。そうそう。意地悪なっていったりとか、ね、ちょっとこう悪い人が出てきたりすんのよ。で、ほらほら、何やったっけな、組長さん、組長さん。組長さんがすごい嫌な役で出てたやんか。お前らはあのあれや、非国民的な、あの笑うとは何事や、こんなものをつけてな、お花のなんかね、花飾り、こんなもん着てたら、見てるよ、こんなもん着てたら地獄です。もうめっちゃ怒られてますよ。お前はダメ言われてます。憲兵に連れて行かれるよ、連れて行かれてます。でもその人がさ、はいはい、顔が優しい顔してるような。今ね、そうなのよ、変わってきたのよ。いや、でもね、なんか、いや、変わる前から、あ、もともと役者さんとして、なんか、その人多分、本番終わってからはものすごいよう喋って、いい人なんやろうなって思わす。そんなところまで。なんか、キャラやな、まあ、それはまあね。でも上手にやったなって嫌な、嫌な感じよね。嫌な感じだった。普通の人はね、街で会うたらすごい言われて、
たりすんねやろね。やるでしょ、あの人。ああいう電話で。でもあれ、カットかかった途端、とかね、とか。いや、言ってはるで、あの人は。どうやろ。にじみ出てる。にじみ出てる。なんか、あ、この人、ええ人なんやろうなって思うもん。まあ、思わへん、あの人。まあ、僕はもうそれに集中して見てるから、マジでもう浅くに入り込んでるから嫌な人やな思いながら見てるけどね。いい視聴者。そうよ、もう全然何にも裏とか全く。あ、そう、うん、まあ、そのままストレート、そのままそれで物語に入ってるから、マジでみたいな。じゃあ嫌やな、いやあの人嫌やわ。あ、そう、いやいや、あの人嫌や。もうあの隣のおばちゃんとかもちょっとほんまどうなみたいな感じ。そうやんな、あグルグルグルなんちゃうみたいな、もう見張られてんちゃう、どどねんちゃうみたいな感じ。隣組でしょみたいな。そう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 、ね、なんかね、中学校で習ったみたいな。あったね。あれ嫌やったわ。あれだから視聴率落ちたんちゃうかなと思ってちょっと心配してて。マジでね。でも今からやん。今から。そうそう、今からおらくなりぞー。行くよー。なんだ今日の話は。なんでトト姉ちゃんや。このまま行く感じ。今日はトト姉ちゃんと真田丸で行きます。うわー、真田丸を見てねー。見てないの。すっごい面白いらしいな。真田丸面白いのに。らしいねー。え、見てない二人とも。見てない。ちょっとやっぱりね、一年やられるとね、やっぱりちょっとしんどいのよね。真田丸超面白いぞ。あ、やっぱりなんかそうみたいなことをすっごいいろんなところで聞く、うん、いや、まあ、見たよ。でも途中から見ても大丈夫みたいよ。まあそう、うん、面白いかな。全然面白い。いやいや、ちょっと誰が出る。え、酒井さん。酒井雅人さん。誰が出てるとか言われてすっごい困るんですよ。大泉洋さん、またいな。大泉洋さんは知らない役ですか。あ、知らないの、お兄ちゃん。知らない、この言うと知らない。草刈正雄さんも知らない。まだ死んでない。まだ死んでない。草刈正雄も多分今回では知らない役だと思います。小日向さんも死んでない。小日向さんはもうすぐ死んでない。あ、もうすぐ死んでない。もうすぐ死んでない。秀吉やんの。そうです、だからもうすぐ死んでます。面白いのにねえ、面白いって言わせよ。まあだから、まあ半分来たからあと半分やから、まあ半年ぐらいは頑張れるから、今から見ようか。そうやって、ね、面白いの、ぜひ見てほしい、ね、ああそうですか。でもこれからちょっと悲惨な物語になってくる。ほんと今まで面白かったわ。これから悲惨な物語になってくる。あ、そうなの。そうです。あの、もうどっか左遷された、島流れされた。まだされてる。まだされてる。だからこれから見てないよね。あの、一応ちょっとなんとなく雪村さんのお話をちょっと知って。ああ、そういうことです。見てないけど。見てない、全く見てないけど。これから、これから、あの、まだだから秀吉さん生きてるんで、でもこれから、あの、まあいろいろあるみたいな。なるほど、ね、そうですか。え、トト姉ちゃんの話は嫌い。いや、好きよ。見てるよ。見てるよ。見てるけどさ。そんな見てないな。いや、見てんねんけど、見てんねんけど。言ってごらん。怒らないから言ってごらん。いやいやいや。言ってごらん。見てるよ。見てるけどさ。本当は。いやいやいや。毎日は見て。毎日は見て。いやいや、6。毎日は見てな。見てる、見てる。見てるのかいな。見てる、見てる。見てるけどね。そないに毒は吐けない。そうだ。あったわな。そないにね。別に毒ねえじゃん。全然毒ちゃうよ。俺らおもろいって言って、おもろいって言って毎日見てんだよ。俺一回も飛ばしてへんだよ。いや、うちは素敵な現場やろな。何その人間関係。しないよ。現場とかしない。あんたそんな。いやいやいや。たか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 。そこそこ遠回りしてる人間。そうだよ。そうだよ。いや、あのね、やっぱりあの会社とかでも人間関係が大事なように、ああいう人らも人間関係あんねやろなって思う。あんた関係あるやん。これもあれやな、そこじゃなくて。今のあったと旦那関係あれへん。いや、大変やろうなぁと思ってます。あ、そうかい。あ、そうかい。いろんな性格が。そこら辺は言われへんのか、やっぱり。そうか、そうなんや。面白いとかも、やっぱり。こう言いに来るわけ。俺に言われても、俺は言う。こう見ながらこっち言う。そうでしょ。ここは言うって。いや、ねえ、面白いんじゃない。あ、そっか、立てなあかんもんな、いろんなところ。あ、そういうこと。いや、大変やろうなって。大変やろうな。何が大変やん。それはちょっと分からんわ。何が大変やん。いや、分かれへんやん。分かれへんけど、そういう。どの。そんなん、ぐで玉作ってる人らも大変やん。大変やで。どの現場も、どの番組も大変だ。だってうち、ぐで玉あかん言うてへんやん。言うてへん。
素敵やんか、おはようございません、腕にゃおは素敵かどうかじゃなくて、まあそうやな、キャッチーでやん、おはようございません、言いたいだけやんそれ腹立つな、確かに確かに腹立つわ。おと姉ちゃんも面白いけど、おと姉ちゃん早く脱脂者作ってほしいな思ってたら、やっと今週からね、そう、やっと戦争終わりやん、みんな戻ってきてるやん、そうそう、もうみんな生きてはってよかったね。あ、今日戻ってきた、もう今日まだビデオ撮ってる、あ、ほんと、小旦那さんとかみんな戻ってきた、あ、ほんと、でもなんかちょっと離れるっぽいな、そう、だって自分で出版社作ろう言うてはって、あ、そう、うん、言ってた言ってた、そう、ちょっと姉ちゃんね、本場のちょっと姉ちゃん、本場のちょっと姉ちゃん、あ、まあ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 、おじさんにね、独立しろ的なこと言われて、あ、言われてた、そうなんや、今日言われてたね、見てないやろ、自分ら今日は見てんね、今日は見てんね、それ今日や、それ今日や、月曜日から、今日見てないね、まだ今日ビデオ撮ってあるから帰って、選手まではもう一回も見てるよ、水木しげるに言われてたんでしょ、そうそうそう、水木朝ドラ的に言うと水木しげるに言われてた、え水木しげるの若い頃、若い頃じゃよ、死ぬまでのやったって、まあまあだから、あのトト姉ちゃんのおじさんは水木しげるやったってことでしょ、そう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 、水木しげる、そういうことだよね、そうですよ、もう何ら間違ってません、何ら間違ってません、ってません、え、そうなん、そうやで、そうです、そうです、あ、そうなん、あ、あ、このパターンは、このパターンは、このパターンは、さっきまで自分が見てるとか散々言ったけど、それ違う違う違う、朝ドラで昔水木しげるさんの話やってて、ゲゲゲの、あれの主役、あの向井さん、そうそうそう、それが今とと姉ちゃんのおじさん役やってはんやんか、は、え、そうそう、だから僕はあの人を水木しげるって言うて、水木しげる役やってはったからね、朝ドラで言うとね、おお、え、見てへんな、トト姉ちゃん、いや、違う、違う、違う、言ってるわ、言ってるわ、違う、そら、トト姉ちゃんは毎朝は見てな、見てな、見てな、おかしいやん、おかしいやん、見てるね、見てんの、そのゲゲゲは見てない、あ、ゲゲ見てない、ゲゲゲを見てる、俺もゲゲそんな見てない、あ、俺ゲゲまあまあ見てた、あ、そう、うん、面白かった、映画を見ましたよね、まあ違う人でした、あー、ほんまや、ほんまやってはったね、あれ、女の人誰やったっけ、竹内結子さん、映画版、うん、あれやん、あの福山雅治の奥さん、フッキー、うん、フッキーした、そうそう、うーん、で、クドカンさんやんな、確かそうやったと思うけどな、そうや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 、あの、旦那がね、うん、そう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 、ロビンソンさんは映画は見てるけど、はい、朝ドラ見てないですか、あ、マジですか、ロビンソンさん朝ドラ見てね、朝ドラ面白いですよね、朝ドラ面白いっていう、朝ドラも面白いですよ、え、見てないよ、見てるって、見てるって、今回は見てる、見て、うん、今回は見てるそこ素直やな、見てる、今回見てる、うん、俺も前回も全部見たしね、朝が来たもん、あ、見てた見てた、正直俺今回久しぶりにちゃんと見てるあ、ほんと、俺あれがあかんかって、あそこに2連敗してんね、マレとマレなんかいろいろあったね、賛否両論あったね、マレーともう一個あってあ、そうごめん、えらい古いの言うな、違う違う、ごめん、多分あのえらい古いものすごい、あのあれどっか行くかもしれない、マレーマッサン、あーマレーとマッサンはね、ちょっと両方挫折しちゃったんだよ、マッサンは大阪製作ね、そうです、マッサン、あれ連続やったと思う、マレーマッサンやったんちゃう、マッサンマレーマッサンマレじゃん、マッサンマレかな、マッサンマレ花、あ、花子はその前なんだ、その前、この前、朝が来たよ、マッサンマレ朝が来た、うん、で、今回、うん、マッサンは親戚出てた、マッサンは親戚出てない、あ、出てない、そうか、あれ、マッサン親戚出なかったの、出てなかったね、朝が来たは出てた、まあ、出てないね、朝が来たの、マッサンの前は花子とあんは親戚出てた、出てないね、あれや、花子とあんの前のやつ、あれや、ミシンのやつや、カーネーション、それだいぶ前やって、そうそうそう、えらい前やで、うん、花子とあんの前のやつだっけがカーネーションじゃん、そうそうそう、うざーん、そんなキンキンゴー、ごちそうさん、あ、ごちそうさんやん、ごちそうさんやん、あれ、じゃあ朝が来たって前、朝が来てこの前、あ、そうなの、全然見れない、全然じゃん、え、朝が来たよね、
いや、朝が来たっていう言葉は知ってる。みんな知ってる。朝が来たって、俺も言える、朝が来た。じゃあや、トトネーザーの前や。モーニングイズカムじゃん。モーニングカムだし。イズカムだし。トトネーザーの前やんか、朝が来た。あ、そうだよ。うん。だから俺、トトネーちゃんスタートだよ。そうか、そうか。まず、今やね。今や。なんか、この人に。ドラマ語らせたら、うるさいこと忘れてた。そうやね。もう今だってドラマ見るしかやることあれへんねんから。ドラマしかやることあれへんねんから。ドラマ見るしか、見るしかやることあれへんねんから。あとバイトと。バイトと。そう。スヌーピーの T シャツ着てね。そうや。そうね。ヌーピーの T シャツ着てね。ヌーピー好きよ。今日もヌーピーの T シャツ着てね。そう、ヌーピー好きよ。これ可愛くない？ちょっとここ立体になってるこれ。ほんまや。ちょっといいやろ。刺繍やんか、あんた。え、それでテンション上がってこうたすごいなぁ。そうやね。俊郎さんはヌーピー大好きです、ね、ヌーピー大好きなの。ヌーピーってヌーピー大好き。ヌーピーヌーピー言ったらすごい喜んでくれるんですヌーピー歴はどんぐらい？ヌーピーそんな長いですよ。幼稚園の頃に一番初め買ってくるとものさっきヌーピーやって、大物どこから大好きですよ。うわどこも浮気せず。あ、浮気っていうかいろんなキャラ好きですけどね。ドラえもんも好きやし。そうや、ドラえもんも好きや。大好き。キャラ好きやねんた。キャラ好きなんだよね。その時はもうヌーピーはちょっとよそ行ってた。ああ、ドラえもんに熱中してたところはちょっとよそ行ってたけど、まあでもあキャラとしては好きですよ、ずっと。まだまだヌーピーの原作の本とかは読んだりするの？あの昔家にあったんですよ。あ、へえ。英語のやつ。ピーナッツ。ピーナッツが。で、それをテラテラなんかわからなりに見てたわけ。テラテラ。テラテラ。英語のやつ？英語のやつやった。へえ。誰も言ってた？いやいや、なんか、そう、トーンとか、誰も英語喋れへんで、喋れへんけど、なんや知らんけど、ペランとか置いてあって。ペランと置いてあって。ペランと置いてあって。なんか、逐一、なんか、オノマトペが間違えてる気がする。オノマトペ、オノマトペね。そうなんですよ。そう、まあ、その頃が好きでしたね。なんかキャラで好きなとかないんですか？キャラ、けど。グデタマでしょ。まあまあ今で言うとグデタマですね。っていうことじゃないですか。そうですね。もうそれには否定しないです。なんかそういうのないんですか、子供の頃からか。グッズ集めるとかはそんなーなかったなー。はい。ないねー。もうお見合いやったら0点やな、自分ら今の。え、そんなポイント高いの？そう、いや、ちゃうやん。話を広げるってことじゃないですか。まず見ず知らずの人が、お手やで、ご趣味は。コミュニケーション論。そうやん、ないです。言うたらもう終わりやん。あ、そうやん。いや、あんまり知った、あんまり知らないんですけど、みたいな。逆にどんなんが、言うてこう聞いたりとかするわけじゃない。逆にどんなんが。話し方講座が始まった。そういうもんじゃないの、俺もこれも。でも、エセやったらどうするの、エセやったらこいつが。どういうこと？全然、あの、ヌーピーのことも知らないのに、私もヌーピー好きなんですって言ってきて、明らか嘘やったら、それは突っ込むの。コミュニケーション論をこうやって言うんであれば。それはあれやろ、さっき口から機関銃出すあれですよね、みたいな。どんなヌーピーやろ。危険危険。でも、お見合い相手、お見合い相手やね。ヌーピーの口やったら、すごい、知らんにも程がある。どんだけ想像力豊かやねん。それ逆に面白い。なんかでっかいヌーピーの横でこうやって、リンリンリンみたいな。あれですよね、みたいな。ドロンジョ好きです。ってやったらどうすんねんって。それはもう、ちゃんと否定しますよ、それやったわ。ちょっと似てるから、ね、ちょっと似てるから、ね、ちょっと似てるから、ね、それはあれでしょ、ザキヤマさんがさっきトト姉ちゃん見てるって言ったようなもんですやん。いや、だから見てるし、見てるし、話合わそう言うて見てるし、ボロが出るよ。いやいや、ボロ出てへんから。見てへんやろ。見てるやん。でもまあ可愛らしいやん、そういう関係性があるから。あ、そこ突っ込んだら関係性があるから。いや、ちょっと待って、見てるのにややこしいことになってる。関係性がある。いやいや、もう可愛らしいやん、それ。合わなし合わせようって見てるっていうのはね、いいじゃない。あ、じゃあもうそこのヌーピー、エセヌーピーも許せん。まあ、どのぐらいまでのエセさ加減にもよるよね、でも。そう、口から機関銃出すあれでしょって言われたら、うん、そうですねっていう。なんとか目かみたいな。パカーッパーッ出てくるっていう、こういう。そこまででも分かりやすく間違ってくれたら、ちゃんと言いましょう。言いますよ。なんて言うんですか、それ、やったヌーピーじゃないよって。そう。言う。やったまんですよねって言いますよ。もう完膚なきまでに。
叩き読みしますよ。そうです。あ、そう、そのタイプのヌーピーなんです。まだまだこう、あくまでヌーピー、もうちょっとコミュニケーションちょっとだいぶ間違ってるから、その時点でさ。いや、この人必死やね、必死やね、コミュニケーション取ろうと思って。愛されたいから。そうそう、だから愛されたい、違うんです、愛されたいから知らず知らず全然間違ってないって言いたい、言いたい。ヌーピーが好きやってる。でもこってプライド高い。なんか違うよと言われたら切ってな、切って。え、何がって。ヌーピーですよ。我が家のヌーピーはそうです。あのヌーピーですよね。そうそうそう。いや、じゃあお宅のヌーピーさん、うちのヌーピーはいつもそれでヌーピーヌーピーしてましたよ。オッケーオッケー。これやったらいいわ、もう。お宅のヌーピーはそれでいいよ。お宅とか言われるの。あ、まだこの人切ってないよ。お宅はあかんの。なんですか。あら、いや、みんな世界中のヌーピーがそうでしたよっていう話になる。みんなの知ってるヌーピーですよ。そうだ、いやいや、綺麗なんですか。私の家だけどヌーピーじゃないですよ。綺麗のヌーピーはそれでしょ。あなたヌーピーご存知って感じだって。あなたは本当のヌーピーを知らない。もうその時点で俺のこと嫌いやから、もういい。もういい、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 大丈夫、大丈夫、もう OK。 でも寝たら本当は好きだったのにみたいな。ってまた連絡が来るみたいな。もうええわ。めっちゃラインとか来んねん。めっちゃライン。まあまあコミュニケーションちょっと取りづらいじゃないですか、そういう人。え、だって知らんって言われるよりこう言った方がええでしょ。もう少しヌーピー以外の話がしたかったですってラインが来る。そっち。で、ヌーピー以外の話してもいい。だからもう彼女としてはヌーピーに触ったら自分も怒ってしまうのも分かってるから。あ、ちょっと熱くなっちゃう。なっちゃうから。ちょっと反省して。反省して、で、ヌーピー以外の話もしたいです。来週いつが暇ですかみたいな。ごめん、忙しい。かわいそう。かわいそうちゃん、そんなんな。そんな話合わへん人とそんな合えへんじゃん。合わして合わしてくれて合わしてくれて合わそうとしてんねん。合わそうとしての一生懸命知らんのに合わそうとしてのプライドの高さが邪魔してるだけの話なんですよ。プライドだけが邪魔してる。いやいや、もう僕らね、もうあの経過とかはもういいんです。過程とかは結果オーラなので話が合わへんだけでもうダメです。それ収録で思ってたけど、こっちは合わそう合わそうとしてんねん。合ってないもん。合わそうってなんでしないんですか。そう、あなたは合わそうとなぜしないんですか。なんでこんなリンリン言うてるヌーピー言うてる人とあれは合わせられへんの。どんもうちょっと幅広く、幅広く、俺が狭いわけそれって。あ、そういうヌーピーもありましたよねとか。そうそうそう、一回受け入れるってことだ。そうそう、相手の言うことそれをなんかオタクのヌーピーはみたいな言い方すると、ちょっと私のところとはあなたと違うっていうね。壁を今作って、そう、深くて長い川を作ったじゃない。だって見たわかるやんこれ。それリンリンしてないでしょ。だからここにあの人が本来人が乗ってますよねっていうことですよ。いろんなヌーピーありますよね。いろんなヌーピーあるよ。世界中にはいろんなヌーピーがあっていいんですよ。まあそうやけどな。いろんなヌーピーがあっていいんです。まあ分かった。じゃあまあ一応それは自由です。そうや。そうね。だからもう俺も自由にさせてくれるか。君から。もう無理や。またライン来るわ。無理。またライン来るわ。もう俺もうヤッターマンのあのラインのあのスタンプみたいなのいっぱい送りますよ。ヤッターマン好きちゃうよ。ポチッとな、ポチッとな、ポチッとな。もう俺もうその人のラインは退出しますよ。すいません。退出しますわ。ごめんなさい。女子高生の皆さんみたいなやつ送ります。今週のビッグの携帯がもうめっちゃ送ってくるよ。それでも今も言うてると思うよ、携帯の中でパロロパロロ。それでもまだヌーピーって言い張んのその人は。ヌーピーやって信じてんねんって。あ、そう、多分タイトルヌーピーじゃないと思うよそれ。よくよ。でもいや、それも無理かり合わせたよね。そうそう、知ってんねん。本当はヌーピーじゃない。本当は知ってるんじゃん。知ってんねん。でもちょっとプライドが高いから。プライド高すぎないですか。だからヌーピーの話をしたらうっかり自分の性格も分かってるから怒っちゃうから、ちょっとヌーピー以外の話も聞きたいですって送ってんねん。多分ヌーピー以外の話してもどっかでそこに行き着きますよ多分。まあその時はものすごい怒るでしょうね。怒るでしょう。いや、ヌーピー以外でもね、なんかね、うん、プライド高い。またヌーピーの話ですか。ヌーピー話はもう君とは二度としませんよ。別に。え、どういうことですか。いや別に。いや、私はどれだけ話してもいいんですよ。いや、僕いいです。ヌーピーはそんな。どんどん話しましょう。いや、いいです。僕ヌーピーそんな毎週見てましたか。何をや。やっとだけだね、ヌーピー。再放送ですけど毎週見てました。やってない。大人
投げないよね。優しさがね。優しさが。あんたが言うてるルーキーはな、実写でも映画でやっとったわ。見ました。俺は見てない。ってことになるじゃないですか。そうね、愛がないよね。愛ある？優しさがない、ね。そうそう。寛大な男にならない、ね。ならないってな。とも、そうかそうか。でもあのヌーピーも楽しかったねそうそう僕のヌーピーも楽しいよといろんな言い方があったんでしょ。その人とは仲良くなれそうにないですから。こって美人あめっちゃ美人マジで。でも美人でプライド高いってちょっときつくないですか。きついっすね美人ってプライド高いってきついっすね。きついっすか。ちょっとでもブサイクでプライド高いよりはマシでしょ。まあね、まあでもまあどうかね、どういうもんなんでしょうかね。それはあ、保身に入ったで今ちょっとなんかいろいろ保身に入ったなんかね、なんか言葉を選んで選んでませんよ、選んでませんよ。一旦間を置いたもんでしょ、うん、いや、どうなん、どっちがいいんかなと思ってごっつ美人ブサイクがいいのか、美人がいいのかえ、こんなん言うててブサイクなんとこんなん言うててめっちゃ美人やったらどっちがいい？もうだから自分の好みの顔ですよね。好みの顔や、ね、あ、好みの顔、うん、美人や、ね、めっちゃ美人や、ね、めっちゃ美人、めっちゃ美人。僕そんな好きじゃないんですよ、もっともっと。この言葉の選び、いやあれなんで俺そこでそんな守ってるよね。守ってませんよ全然。非人道的な対応。あれ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 、おかしなことになっとるね。やだ。じゃあその誰ですか。そのまあ有名人でちょっと顔だけにしましょうよ。あの性格とか知らないじゃないですか。有名人で顔のタイプの人を言ってみてくださいよ。じゃあ顔がタイプ。顔顔。中身じゃなくて。中身なんて分かんないじゃないですか、芸能人なんて。あれあれあれ、あのおっぱいでかい。おっぱいも関係なし。もうおっぱいも関係なし。そこばっかりやん。顔ね、おっぱいも関係なし。パナソニックの CM とか出てるおっぱいでかい子。パナソニックの CM ですか。オトハ。違う違う。古い。オトハ。あ、分かった。小池栄子。違う違う。言うか。違う違う。それも相当古いですよ。え？なんかちょっと古いな。パナソニック。パナソニック。パイパイデカミさん？違う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 。おっぱいはでかい。なんでその人だけさん付けしたの？なんやそのさん付け。なんだなんだそれ。なんだそのさん付け。近いんか関係性が。どうした？なんか妙に近いんか。どうした？なんや。ちょっとパイパイデカミってなんか普通に言うからさん付けしたかったんか。なんか俺がアホみたいやん。あの人何やったっけ、ほら最近なんですか、おっぱいバレーの人。ああ、綾瀬あるか。綾瀬さん、ああ顔の好みが。おお、そうかな。そんな美人じゃないよ。じゃあ誰が好き。誰が顔で言うと。誰、顔で言うとね、僕は北川景子さん綺麗やな。めちゃくちゃ美人やん。めっちゃ顔で選んでるやん。めちゃくちゃ正統派の美人やん。びっくりしたもん。なんじゃそれお前。ちょっと外したつもりやったら、そうしたわ。今いろんな人を敵に回した。ど真ん中やないかそれお前。一番日本で綺麗な人やって思われてる人。やっぱりそうだよね。じゃあ好きとは嫌いじゃなくて綺麗やなと思って。いや、ちょうど真ん中でしょ。すっごい整ってますよね。あの俺はそうや、あんなだって化粧品の CM のど真ん中に出てる人。そんなもん、あんた何言うてんの。そんな美人好きじゃないとか言うてびっくりした。一番美人やんか、うん、分かりやすい。いや、好きとかではなくてすごいなと思って、作り物として。好きとかじゃないんですけど。好きなんやろ。好きやけど言っちゃえちゃうの。好きもう結婚したけどな。まあいいよ、お似合いやし、あの二人美男美女でね、良さげな人カップルじゃないですか。どうだ。うちはあの若い時の越前屋ひょうたん。ふわふわ。おお、なんやろ、共感しづらいな。なあ、これどうしたいか。あれ、若い頃の越前屋ひょうたん。ひげ好きなの。あ、ひげ好きやねんこの人。あ、そうなんだ。ひげ好きなの。ひげなんかいっぱいあるじゃない。いやー、もうわってな、わってなってのは嫌。あ、わがいやなの。え、あの人わってなってるやん、越前屋。いや、だからデビュー当時の。デビューとマニアック。ちょっとまだそんなにワってなってないと。痩せてた頃やな。そう、はいはい、ナイトスクープ出てた頃でしょ。それよりもっと前やわ。
そっからどん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 ここが発達してどんどんこっちもこうなってきて、あ、昔痩せたこと、痩せた、痩せて、あのシャンプーやってた時でしょ、街中で、あ、そう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 、そいきなりなんかサプライズで通行人の人に、今やったら絶対捕まるけど、ちゃんとしてた、大阪駅とかね、駅前とかで、そうそう、そんなやつやったわ、あ、無茶な感じでやってた、ちょっとでもな、それか、ヒゲはヒゲなんかいっぱいいますよ、いや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 、チロさんじゃないや、誰、福袋さん、福袋さんは、はい、今何がゴって数で言うてもうて、びっくりした、脳に回れんかった、回れんかった、はいはい、福袋さんは、うん、ヒゲは生える人ですか、もうひ、あのね、生えなくはないですけど、ちょっとあんまり綺麗に生えないんですよ、そう、あ、ちゃんと生えない人もいる、でも、俺もそう、俺もそう、だってここだけの人もいるやん、あ、僕それ、あ、僕はなんとなく生えて、時々生えしますけど、ね、僕、偽中国人、ものすごい似合う、あ、ほんと、もうここだけがピョン、ピョン、あ、ほんと、へぇ、ここがあって、ここがちょっとあったらいい、はいはいはい、なんかいますやん、そんな人一本、いや、だから昔の、でも今最近そういえばヒゲの人ってあんまパッと思い込まへんな、だからデビュー当時の越前屋ひょうた、竹之内豊さんとかちょっとヒゲ生えてる、あーあ、豊いいじゃない、豊男前やで、綺麗に整いすぎじゃない、まあ顔も綺麗、何気にちょっとバーって見渡したんですけど、はい、なんかそこら辺にいる妖精たちは大体ヒゲ生えてる、そうね、今ちょっとびっくりしましたね、そうですね、僕もヒゲ生えてますし、うちの常連さんとかスタッフとか、お前妖精ヒゲ生えてきてるんで、めっちゃおもろいやん、妖精ヒゲだらけやで、そ、ね、ここ以外、そもそもうちの店のスタッフは僕以外全員ヒゲメガネですから、あ、僕はメガネがないだけでヒゲはヒゲなんで、あ、そうね、はい、あれヒゲを生やす人のなんていうの、モチベーションは何、モチベーション何なん、理由は何、ヒゲを生やす理由、めんどくさい、えけどおしゃれじゃん、おしゃれ、おしゃれか、まあおしゃれ8割めんどくさい2割、なるほどなるほど、でも似合えへん人もいるよね、俺もちゃんと生えるんやったら生やしたい、ああ、なるほどな、そうそう、全然全然ですもん、あ、ほんとこの辺も、うん、全然全然全然、なんかアホ毛みたいにピョッピョッって抜いとかな、もうここだけピョーってなんか一つだけ長いやつが生えてる、なんか変なおじさんのさ、ほくろの上に生えてるみたいなやつ、ほくろはないんだけど、そんなのもう喋りたら気になる感じの、そう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 、うん、それはね、気を使わせちゃダメだから、ね、ちゃんと抜くようにする、はぁ、そうか、ひげ、え、そんなのないですか、ありますよ、ありますよ、あるかい、ここからこの辺にベロンって出ているのその都度抜いてます、ね、泣きながらね、泣きながらもうそろそろ時間、そうですよ、もうだいぶいい時間ですよ、あ、マジか、あら、はい、もうあと2分ぐらいでもうお時間ですけど、あ、なんかね、あんま中身のないね、NT バーで盛り上がったそんないつもねちょっともうちょっと世相を切りたかったですね時期も時期なんでね、まあそうですね、選挙前ですからね、そうや、僕も行きましたよ、もう済ましたんや、はい、僕も公示日の次の日に行きましたね、すぐ行きました、もうちょっとあんなんはやりやすい、すぐできます、あ、そうなの、はい、何でも手ぶらで行ってもできるからね、まあ身分証と手ぶらで、身分証とかあったらもうすぐ行けるけど、ね、あ、もうほんとすぐなん、もうペロッて行けます、ペロッて行けます、ペロッて行けます、で、コンテナ一つ間違えたら、なんか引っかかるよね、ペロッと行く、なんか全然入ってこない、ね、なるなる、わかる、わからんではない、はい、実は疲れてる、疲れてません、あ、そう、全然疲れてます、いつもよりすごいメリハリが効いてます、ね、そうでしょ、もうカクカクしてるじゃないですか、うん、メリハリを聞いてる人はカクカクしてると思ってるなんだろうね、やっぱり入ってこないよね、なんか違う、日本語擬態語のチョイスがあんま良くないってことだね、今日の僕はね、そうだね、うん、なるほど、勉強になるじそうですか、いや、はい、はい、もう本当にお時間ですけど大丈夫ですか、はい、じゃあまあちょっと次行きますか、次行きましょう、はい、行きましょうよ、いや、はい、次行きましょうとか言ってお金ないじゃないですかっていうか、三角田さんたちもたまには付け払ってください、いや、
そんなに逃げた逃げた。じゃあまた。はい、ありがとうございました。はい。